夏の甲子園出場を目指す全国高校野球選手権福岡大会が今日開幕しました。106回目となる全国高校野球選手権の福岡大会の開会式は今日午前、北九州市民球場で行われました。大会には136校が出場し、県内7カ所の球場で熱戦が繰り広げられます。代表校を決める決勝戦は来月21日の予定です。